はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ウマ娘プリティダービーです。さあ本日なんですが、ゴールドプライドというね、ウマ娘テーマにですね、新規カードが、強化カードが実装されまして、こちら使っていこうかなと思います。紹介していきましょう。アサシネーターさんと、それからアニヒレーターさんです。これもともとね、ゴールドプライドって結構まあパワーは割とそこそこあって、まあとても楽しい、強くて楽しいテーマになっているんですけども、そこにこのアサシネーターっていうモンスターが実装されまして、これ何かっていうと、まあゴールドプライドの共通効果でライフポイントが相手よりも少ない場合に特殊召喚手札からできるよっていう効果と、あとね、手札フィールド墓地からこのカード以外の GP を除外すると除外したモンスターと同じレベルのトークンが出せるよっていう効果があるんですね。でこのトークンを使ってシンクロ召喚を、する場合、あ、このカードはこのターン、融合シンクロエクシスリンク召喚するその素材にする場合、GP の、素材にしかできないという効果になってますんで、まあ、GP を出すことになります、基本的には。で、アサシネーターさんが墓地リソースを使ってトークンを生み出してシンクロ召喚できるんで、実質手札1枚からシンクロ召喚できると同義なんですよね、 GP 展開が、できていると。なんでアサシネーター引くだけでシンクロができて、で3のトークンを除外することによって8シンクロができるんですけど、今回採用しているのはこの、ゴールドプライドアニヒレーターさんです。このアニヒレーターさんはどういう効果かと言いますと、一応8シンクロの、汎用モンスターになってまして、相手のターンにフィールドの融合シンクロエクシーズリンクモンスターを、ぶっ壊せるという効果を持ってます。ライフが相手よりも少ないと2体にできるよっていう効果ですね。でエンドフェーズの共通効果で、相方のアサシネーターを出してくるという効果になってますね。アニヒレーターさんが、まあ正直なんかめっちゃ強いというわけじゃないんですけど、まあ、単純にそのアサシネーター引いてれば8シンクロが簡単にできるというところで、まあ、GP の、素材にしかならないんですけど、一応そのアニヒレーターさんを出して相手の、ターンの妨害が1個増えたというところと、あとはここから出力できる打点で2700が増えたっていうところで、まあもともとね別にこれなくてもまあそこそこ強かったんですけど、なんかちょっと上アプレ札が増えたみたいなイメージですかね、あの GP デッキの中に。はい、ちょっと早速ですね、このアニヒレーターさん、なんかマジイラストクソかっこよくね、これイラストマジかっけえじゃん。これ使っていきましょう。はい、デュエルスタンバイ。あー、なんか割と反動は強そう。なんか G 以外はなんとかなりそう。ちょっと G だけマジでやめてほしい。スピードレードベイガマックス、ベイガマックス特殊が。さあベイガマックスの効果を起動するぜ。おっと、なんかあるな。あ、エフェクトベーラー OK です。エフェクトベーラー全然 OK です。ベイガマックスに誘発を当てるかどうかってかなり難しいですよね。なんかその後に結局展開が通ると結構ゴジップシャドウとか出てきちゃうんで、なんかここに当てるかどうかはかなり怪しいと思ってるんだけど、どっちにしても結局ゴシップシャドウとかが出てきちゃうからちょっときついみたいなね。あ、うららか、オッケーです。まあキンテレにはうらら打つわな。オッケー、とりあえず2誘発打たした、2誘発打たした。僕まだ召喚券使ってないんで、マダムスパイダーを特殊召喚で効果発動、あ、召喚、あ、特殊召喚じゃない、召喚効果発動で、デンジャラスガブ持ってきて、レベル3のモンスターに対でオーバーレイエクシーズ召喚現れろ。ゴールドプライドチャリオットキャリー号効果を発動。チャリオットキャリー号の効果によりオーバーレイユニット1つ使うことによりデッキからゴールドプライドマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。ゴールドプライドベターラック、そしてカードを1枚墓地に送ることができるぜ。これによってゴールドプライドキャプテンキャリーを墓地に送る。キャプテンキャリーの効果は発動しない。そして、ゴールドプライドベターラックの効果を発動。ベターラックの効果によりゴールドプライドリオンを手札に加えさせてもらうぜ。そしてライフが相手より少ない場合、リオンは手札から特殊召喚、特殊召喚に成功した場合の効果を発動。自分の墓地からゴールドプライドキャプテンキャリーを特殊召喚、キャプテンキャリーの効果を発動。特殊召喚に成功した場合、デッキから GP マジックトラップカードを、あ、トラップカードか、トラップカードを、サーチできる。まあ、相手のターンのシンクロでいいかな。今する必要もそこまでない気がするので、ガバクスエンドします。ガバクスエンドしました。ライトニングストームだけやめてください。マジでさ、魔法トラップカード無効とかないからさ、このテーマ結構魔法トラップカード無効ないことによってなんかいろいろね食らっちゃうんだよね。ただ、まあ、そういうのは全部パケとかがなければ結構やれる。マジでブラックホールサンダーボルトみたいなやつに耐性なくて結構きついんですよね、それは。さあちょっとライトニングストームだけ本当やめてほしい。まあ、なんか自分から後手取ってきたからテンパな気がするんだけど、こいつちょっとわからないですね。まあ、結構ね、後ろがね、あ、無限保養か。オッケー。どれ、対象は。あ、リオンね。リオンの効果、
まあこれはね、じゃあ無限ホヤ打つとしたら多分あれかな、あのスタンバイフェイスの方がいいかな、相手多分。トリシューラー出すと、トリシューラータイミング逃すか、チェーン2だもんな。うおー、アクセルシンクロー、うおっ、ゴールドプライド、スターリオン。スターリオン君はちなみにね、あの自分の方が、ライフが少ないと相手のモンスターを爆破できるっていう効果があるので、まあ、これ結構強いですよ割と。さあちょ、あー、はい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 、チュンドラ召喚ね、チュンドラ召喚 OK、 チュンドラ召喚はまだいいか、チュンドラ召喚まだ OK です。2フェイス終了前 OK で、ゴールドプライドスターリオンの効果によって、チュンドラを爆破します。で、カードを破壊、よし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 、いいぞバトル何、あーはいはい、 OKOKOK、 いいよいいよいいよ、全然 OK、 いいよいいよ。これはファドラか、ファドラチュンドラか、あチュンドラか、なるほど。でチュンドラ特殊、どうしてもチュンドラを通してんだな、はい、なるほど。なんなら別にこれ全部スルーでいいんじゃね、向こうに行けるしどうせ、はいはい、とりあえずこれで、相手はリクルート止めれば、まあ、今あれか、あっちのトラップから使っていいのか、別に召喚特殊召喚に成功した場合じゃないと発動できないのか、ちょっとミスったな。エンドフェイズ、はい、ゴールドプライドスターリオンくんの効果を起動しまして、変身して、あうらら、なるほどね、はいはいはい、どうぞどうぞ、 OK です。全然痛くないですこれ、このうららは。あてか、じゃあ危なかったね、あの変謎のあのトラップカード打たせてもよかったか、ドロー、あ、竹トンボは OK です、はいはい。であるならば、リオンが残っちゃってるんで、そうなってくると最強すぎて、リオンの効果は、まあ、これ残ってることがあんまなかったんですけど、うらら打たれると残るんで、残ると相手のモンスターぶっ壊して、ちなみにこの打点アップ永続なんで5000打点のバケモンが爆発しました、はい。で、ゴールドプロイド、ローラーバラ、ちょっと待って、竹トンボーグ召喚してんやん、竹トンボーグとでチャリオットキャリーゴ出していいか、チャリオットキャリーゴ出しに行く、ちょっと新規モンスターせっかくだから使いたいな、こうして、で、チャリオットキャリーゴの効果を発動し、オーバーレユイトを一つ使って、ワイルドを持ってくればいい、ちょっとあのベターラックは一応残しておく、まあ、あんまり関係ないですけどね、デッキから持ちておくじゃない。で、これも特にしなくても OK です。で、ゴーワイルド発動、ゴーワイルドは、GP を見す、相手に自慢するとチャウ GP 持ってこれるんで、これでアサシネーター持ってきて、特殊召喚は自分でできるんでいいです、しなくても。で、ゴールドプライド、ローラーボーラーを特殊召喚、さらにアサシネーターを特殊召喚、うおっ、そしてアサシネーターの効果、自分の墓地からモンスターゴールドプライドを除外することにより、それと同じレベルのトークンを生成、そしてレベル3のゴールドプライドトークンにアサシネーターをチューニング、現れろゴールドプライドアニヒレーター、キュイー、君の愛馬がドケンドケン走り出し強くないこのデッキやっぱり。いやこれクソ久しぶりに使ったけどさ、このデッキも結構強いと思うんだよ俺。いやまあ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 割と悪くはない、2誘発プラスベイゴマックスは結構強いと言ってもいい。無限法要発動、無限法要によって召喚師アレイスターの効果を無効、アレイスター入ってるのなかなかいいですね、ユクラさんですかこれ相手、召喚獣をこすり続けている男として有名だからね彼は、はい。さあ、アレイスターを、無効にし、ウィッチクラフトデモンストレーション、ていうかだからウィッチクラフト音祭って、特殊召喚、はい、なるほど。これあれだね、ウィッチクラフト召喚獣だね、これ久しぶりに当たったね、ウィッチクラフト召喚獣未だに生きてたんだな、あまりにも化石デッキだなこれ、はいはい、はい、どうぞ。ジェニー効果発動して魔法カードを捨てることにより、デッキからウィッチクラフトをリクルート、まあ、G 通ってるんで結構そんなになんかやばい展開はできないんじゃないかなと思うんですが、はい、はい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 、いいでしょう。ウィッチクラフトマスターベーションはなんか自分の、手札から魔法を捨てることによってモンスターの効果をね、フィールドのモンスターの効果を無効にできますよみたいな、表側表示か、表側表示モンスターの、効果全部無効にできますよみたいな最強効果を持ってまして、
で、クリエーションは、なんでしたっけこれ。魔法カードの効果コピーか。魔法カードの効果コピーすればクリエーションはサーチですね。クリエーションはサーチ。ビッチクラフト、モンスターを。あ、シュミット、OK。で、シュミット持ってくる、でもこれ魔法カードないんじゃね。これデモンストレーションもうあれだよね、使ったよな。でアルミラージ、はい。でアルミラージどうぞ。なんかめっちゃドローさせてくれんな。セット、はい、はいはい。そのセットわかんねえな。わかん、サーチしたってね。これわからない。 X、 でもなんか盤面弱くね。大丈夫そうじゃね。これなんかいけそう。ベイガマックス特殊召喚で、ベイガマックスの効果発動。これは別に無効無されてもいいです。別に問題ない。ウィッチクラフトパトローナスか。ああ、エクスペクトパトローナームね。はいはい、オッケーオッケー。これは強いですね。ウィッチクラフトガード戻して魔法カード触っちゃったかな。はいはい、オッケーです。了解。ってことは、まあ、魔法カードは絶対手札に加わるから、モンスター効果一回無効飛んでくる可能性があるということでございやすな。理解です。ウィッチクラフトマスターベールさんはなんですが、まあ、ゴシップシャドウさんでケアできますんで、まあ、ベイゴマックス引いてたら何の問題もないですね。竹トン防具特集、はい。で、レベル3のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れろゴシップシャドウ。そして、ゴシップシャドウくんはちなみにあれですね、モンスター効果が発動した時に、そのモンスター効果をお互いはカードを1枚ドローするに書き換えるっていう効果がありますので、これによって書き換えが、適用されて、ウィッチガットマスターベールちゃんの効果が実質無効みたいなもんです。はい。で、ノーパンクフォクシーチューン持ってきて、でノーパンツフォクシーチューンの効果発動する。手札ぶん投げて、パンクを特殊召喚。はいはい、はい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 。で、マダムスパイダーは、トラップカードを手札に加えるよという最強の効果を持ってますんで、これでデンジャラスガブを持ってきまして、 OK。 で、レベル3のモンスターが2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚、現れるゴールドプライド、チャリオットキャリー号。そしてチャリオットキャリー号の効果を発動するぜ。チャリオットキャリー号の効果により、自分のデッキからゴールドプライドマジックカードを1枚手札に加えることができる。まあ、素材はこれどっちでもいいか。そろそろマスターベーション使ったら、マスターベーション早く使わないとあれだぞ。なんだっけ、展開ダードリするぞ。これゴシップシャドウ、ゴシップシャドウチェーンエフェクトベイラーとかされないよ、大丈夫だよこれ。ゴシップシャドウマスターベイル効果、ゴシップシャドウ、ゴシップシャドウチェーン、エフェクトベイラーとかされると、あ、でも大丈夫だ、はかなるわ、はかなったわ、余裕だったわ、ぬるかったわこのゲーム、余裕だわ。結構ちなみに展開通ればゴールドプライドかなりまくり能力があるんで、ちょっとそれ見せていきたいですね。いきましょう。なんでかっていうと、ライフ減ってれば手札からバンバンモンスター出てくるからですね。あ、オッケー。で、これで、魔法カードを捨ててモンスター効果無効にするが、これを、枠乱のゴシップシャドウを組んで、まあ、実質無効みたいなもんだな。書き換えていく。でお互いにカードを、まあ、1枚ドローしていく。まあ、手札やつ引かれても、あの墓穴とマッサスあるんで多分大丈夫だと思うんですけどね。で、リオン特殊で、リオンの効果発動、特殊召喚に成功した場合、自分の墓地から、キャリーを特殊召喚。はっ、キャリーの効果発動、キャリーはデッキから GP ドラップカードを1枚手札に加えることができる。さらに手札からゴールドプライドローラーボーラーを特殊召喚。ローラーボーラーは、融合召喚を内蔵しています。効果でゴールドプライドローラーボーラーの効果、フィールドのモンスターで融合召喚を行う。素材はね、ローラーボーラーと、守備表示の、キャプテンリーナ、このモンスターを使い、あらあらゴールドプライドピンボーラー、はい、ボーリング始めます。ボーリングの、なんでボーリングなんだけど、相手のも相手のこのモンスターパクれるんだろうね、このモンスターよくわからないこれ。これは効果使わない。で、ローラー、ピンボーラーは、フィールドのモンスターをなんかパクって装備するってガチでやばい効果ありまして、これで、相手のモンスターを装備します。強くて草。で、アサシネーターの
効果による特殊召喚し、アサシネーターの効果。アサシネーターは自分の墓地から、ゴールドプライドをゲームから除外し、トークンを生成。そして、レベル3のゴールドプライドトークンにレベル5のアサシネーターをチューニング。現れろ、シックな召喚ゴールドプライドアニヒレーター。君の相場がズキュンドキュン走り出し強くね。やっぱこのデッキゴールドプライドマジで強いと思うんだけど、これじゃなんか効果無効ないのだけマジで弱いんだけどね。ちなみにマックリクだとかにめっちゃ弱いんだけどね。やってることはめっちゃくちゃ強いと思うわこのデッキ。うわー、そういう感じか。ちょっとこういうハンドになると若干あれなんだけれども、な誘発結構入ってんだけどね。意外と入れてるつもりなのか。もうちょっと誘発増やした方がいいかな、ちょっとさすがに。あれだな、ゴーワイルドとかベタラックはもう持ってくるから、なんかちょっと普通に1枚とか2枚とかでいいなこれ。あ、はい、セアミン、はい、なんかやばそう、わからない、これは何が起きるんだ。パンクギミックを使ってるからといって、なんか何かわからないんだよこれ全然。はいはいはい、でセアミン、あ、セアミンだと多分ランク3かな。マジパンクって本当にいいテーマだよね。なんかランク3もできる、8シンクロ11シンクロもできる、何普通に9シンクロとかもやりに行けるし、まあモンスターによってはね、あの入れディアボランティスからとかできるし、で本当にねパンクってのは本当にいいテーマです、マジで。わあ、これゴブリンライダーか、強えな、これやばい、宇宙展開始まりそうな気がするんだこれちょっとゴブリンライダーはこれなんもないとさすがにやばいと思うんだけど、ランク3かそこからインボーカーに来るわけね。あ、イゾルで行くわけね、なるほどね。はい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 、理解。イグニス効果で、マジェスティペガサス特殊召喚、フィールド魔法サーチ。フィールド魔法サーチか。なんかフィールド魔法なんかあったっけ、ゴブリンライダーで。共闘ウォータークロント。え？あ？なんかちょっと雲行きが怪しかったぞ。おい、ちょっとやばそうな動きしてるぞこれ。カウンター3つ使って怪獣サーチされるぞ。やばい。やばい、宇宙最強の壁がうわ、未来リューまでできちゃった、やばいって。スカルデッドの効果発動、手札からモンスターを特殊召喚。うわ、バンデンえぐいって、何これ無理だろ、なんだこれ、やばい、これ相手ターン旧シンクロと未来竜王とガミシエルですか。どうやって勝つんだよこれ、どうやって勝てばいいんだよこんなの。マジでガミシエルとかいうモンスターマジキモすぎるわ本当に。なんか相手の GP 余計なカード入れすぎてるけど、クソ強えな